さあグッドルッキングに GLK、 これは清宮も要注意であります。さあ清宮が、おっとブーメランフォアム、清宮海斗も体が切れています。いいですね、やはり岡田選手とのあの絡みからね、清宮選手への支持率っていうのがこの会場の拍手声援を見ても一気に上がってます ね、 そうですね。さあ上から突き刺すようなミサイルキックです。清宮は去年の M1 ビクトリーでこのジャック・モリスに敗れています。モリスは同世代の天敵、絶対に負けられないと清宮は話していました。本当にこの2人のライバルストーリーが始まった試合ですし、それがねこういう風にタイトルマッチになるっていうのも運命的ですよね。そうですね。さあここはロープに押し込んでいきましたが、清宮切り返す、ジャンピングにかわされたスパインバスター強烈でしたね。今この辺の斉藤選手見極めもジャックは目がいいですね。いいですね。そしてバックに回ります。タイトルマッチ最後の前哨戦、おっとレインメーカー式でコンプリートショット、今自分の懐に引き込んでジャンピングしてのコンプリートショット、まだまだ隠し持っている技がジャック・モリスありそうです。そしてこの時期このタイミングで岡田和彦選手をこのオーバーラップさせる技を見せるっていうのも心理戦でしょうね。さあ15分が過ぎました。場外乱撃戦が続いています。リング内1対1、ジャック・モリス、タイガードライバー、清宮がここはかわします。おっとエルボー、ロープへ飛ぶジャック、さあエルボースマッシュ、バイシクルキックかわした、バックに回る、投げっぱなしのジャーマン、おっとモリス来たー、 GLK、 これですね。いやこれは大きいですよ。これすぐにカバー行けば決まりかねない威力でしたね、はい。さあそしてグリーンが入ります。グリーンがおーっと中央待っていった、ウォーキントーキンフライング、ここからの BLF という技もあります。さあソニーグリーン、おーっと抱え込み式のバックドロップ、清宮が1回転、おっとカウント2、いやこれ番狂わせあるかもしれないですよ。斉藤選手、アンソニー・グリーン早いですね、切り替えが、チャンピオンが狙われている。さあ対決戦に送っていく、清宮が背を向けています。おグリーン何を狙うか、雪崩式のバックドロップの体勢、清宮なんとかこらえる、ロープを揺らした、おーなんだこれは、カウンターのカッターで突き刺した。清宮さんはどうなりましたかね。そうですね、清宮選手がコーナーから落ちて足がロープの反動を使って頭が真っ逆さまになったところをネックブリーカーみたいな形で落としましたね。そうですね。さあバックドロップ着地、ジャンピングに、そしてジャーマンスープレックス、